埼玉県にあるエローラフージャに来ました。ここではね、いろいろ曰くがあるんですが、実際に事件が起こった場所となっております。確かにありますね。調べた限りではこの池の曰くとかなかったですよね。特にそういった曰くは確認できなかったですね。池がめっちゃ近いですね。本当だ。乗って大丈夫かな。鳥かな。鳥ですね。ですね。ああ、なんかシロサギみたいなのがですね。すごい池が近いですね、これ。怖っ。近いな。これこそ事件性あってもおかしくないような感じですよね。うん。まあ夜の池だから当然かもしれないですけど、なんか吸い込まれそうな色してない。濁ってるというかさ、若干透けてるみたいな感じですよね。そう見えてきましたね。おー本当だ。ちょっと霧で隠れてますけど。うわー、あ、でも近くに来るとでかいね。思ったより。ねえ。では、エローラ風車登っていきましょう。はい。今日はトリフィールドをここからつけていきたいと思います。はい。はい。ラジオマイクロファンモードですね。うん。これもうすでに若干反応ありますね。ここで反応っていうか、まあ、常時マイクロ波を受け取ってる。ないことはないって感じかな。なんか異常数値では多分ないだろうけどですね。うん、今までね、直近の行ってきた心霊スポットでゼロだっただけにちょっと戻ってきてくれて嬉しいというかいやーなんか分解して確認しきれてないのに勝手に治りましたね。機嫌が治ったのかな。こっから戻っていくのかな。書いてますね。展望風車スペイン風。いやでも結構、あ、これ汚れだよね。汚れですね。平成4年って書いてますね。あ、平成4年。本当だ。じゃあね、前動画を投稿した桜木神社でね、使用したんですけど、今回もプラズマボールを使用したいと思います。はい。プラズマボールが直接霊に干渉するっていう情報はないんですけど、まあ一説にはね、霊が少なからず電気や磁場を帯びているっていう話もあるんで、もしそれが本当なら誰も触れていないプラズマボールが一人でに変化があるかどうか、はい、ちょっと見ていこうと思います。はい、では電源つけます。手袋してても反応してくれてますね。離すと、はい、で指をつけると、ああ、まあ分かり安いですね。手袋つけても反応するぐらいなんで、本当にちょっとの電気が通る物体がね、ここに触れるとこういう感じで流れてくれると思うので、ちょっとでもね異変があれば分かると思います。うん。でも階段結構危ないですね、これ。いろんなもの持ちながら。いや本当に俺も地面見てないもんですよねあ、なんかトリフィールドの反応が強くなってきた。螺旋階段になってるんですね。え、結構雰囲気悪くない？ね、なんか上から誰か覗いてきたら怖いですよね。ああ、確かに。いや、正直舐めてたかもしれないですね。この螺旋階段の感じと入り口は、はい、ちょっと登るのをためらう感じありますね。ね、螺旋階段の音結構独特ですからね。もし聞こえたらなんか誰か登ってきたって分かる証拠にはなりますかね。一人検証の実施する前にそういうこと言っちゃう確かに ね結構足音でしかこういう音ならないですからね。ならないね。動物が登ってくる可能性もないしね、多分ないでしょう。うん、この螺旋階段をね、器用に。この周りはそこまで動物いなさそうですよね。うん、確かに。タヌキもいるかどうかわからんぐらい、そこまで林が続いてるって感じでもないですもんね。うん、単純に木がいっぱい埋まっててって感じですもんね。ですね。あ、着いた。結構高いっすね。高いね、登ってみたら。なんかこの屋根のせいかちょっと雰囲気ある感じになってますね。うん、お、急にトリフィールドが、微妙ですね。単純にそういう電波、うん、で高い位置の方が多いと思うので、それに関してだよね。あ、チャリだチャリだびっくりした自転車の音でしたね。マジびっくりしたびっくりした。なんか登ってくる音っぽく一瞬聞こえちゃったから。マジで俺なんか水がどっからかキュルキュルなんか落ちてんのかなと思って。ちょっとドキッとした。なんかその大したことない音でもドキッとしちゃうぐらいね。ここに来たらちょっと雰囲気ありますね。ありますね。周り見てみますか。はい、こういうとこはさすがに落書きありますね、いろいろ。ああ、本当だ。言われないと気づかなかったけど。この風車って回らないんですかね。これってさ、はい、だから布かなんかがかぶせてあったはずだよね。風を捉えて回すために。元がついてたのかな。そもそも回すよやったのかもわかんないですよね。ああ、そういうこと。あ、それ下の看板に書いてあったかな、もしかしたら。書いてあったかもしれない。読んでないけどネットで調べたら出るかもね。ね、うん、確かになんか貼ってあった痕跡というのがありますね。剥がれてるだけなんか、うん、この糊がついてた部分が剥がれてたのか。ちょっとそんなプラズマボールをなんかなんていうの、指し示すみたいな感じであっちのあっちのねもしここに幽霊さんがいるならね、ちょっとお手伝いいただけますか。プラズマボールに触っていただいたり。あ、そうだね。じゃあプラズマボールを持ちつつ、はい、まあたびたびね、コメントで積極的にお声がけしてほしいという要望があったんで、はい、ここで声かけてみて反応があるか見てみますか。はい、はい、さっき見せたみたいにね、指を触れたらこんな感じになります。はい、こんばんは。幽霊さん、もしよかったらこのプラズマボールに触れていただけないですか。幽霊さんが電気を帯びてるっていう、一つの噂がありまして、それが正しいのであればこれに触れていただければプラズマボールが反応してくれるので、幽霊さんがいるよっていう証拠になりますので、もしよかったらご協力いただけないですか。今んとこ反応ないですよね。反応ないですね。そういえば年末年始のね、羽生田村の探査犬でサーモで怪しい写りがあった回のコメントで、サーモと同じ画角で比較対象として、普通のカメラも撮ってもらいたいという声があったんで、ちょっとなんか手を挙げてもらっていいですか。左右反転してるんで分かりづらいかもしれないですけど、サーモでも認識してますね。なのでビデオカメラとね、サーモグラフィーカメラを交互にでも見ていただいて、プラズマボールに反応があった時にサーモグラフィーに反応があるかとかいった形でね、見ていただければいいかなと思います。幽霊さんもしいらっしゃったらこのプラズマボールに触っていただけないですか。それかこのトリフィールド、若干もしかしたらプラズマボールに、いや違うな、電磁界モードじゃないしね。一旦近づけてみますか。めっちゃ反応するプラズマって電波の一種だけ、もしかしたら電磁波の中では一緒かもしれんね。ですね。だったらラジオマイクロ波でも反応するのか、ヘルツが違うだけで反応するのは反応するのか。一回電磁界モードにしてみる。あんまり使わないけど、それでエラーになる。すごい。ちょっと電磁波の分類まではちょっと覚えてないですけど、プラズマボールの電池はもちろん電磁界が発生しているので、この電磁界モードで反応するのはもちろんなんですけど、ラジオマイクロ波のモードでも一応電磁波の中では一緒やから、もしかしたら反応するんじゃないですかね。反応してるってことは。ラジオマイクロ波でも電磁界が、ラジオマイクロ波でも磁界か、磁界というか電磁波の一種であれば、電磁波の一種であれば反応するっていうことなんじゃないですかね。なんか上がってきてないんだろう。なんかちょっとパキってなりましたね。冷静すぎんドンって名前だったな。ここで亡くなった方がいるって聞いたんですけど、もしその亡くなった方がおられるならこのプラズマボールに触っていただけないですか。この機械じゃなくてもあっちに階段があるので、階段で足音を立ててみたりとか、何か壁を叩くなり、この機械を叩いてみるなりしていただけないですか。どこに何も反応はないですね。ないですね。サーモを見る限りなんか声聞こえん？あっちから普通に人がいるよね、多分。普通に人います。ちょっとね、トリフィールドがプラズマボールに干渉してるからか、というか干渉してるから、常時ね音が鳴ってる状態ですけど、それ以外なんか怪しいと思うところはないですね。ないですね。とりあえず今のところトリフィールドは反応してますけど、そこまで異常かって言われるとそうでもないでしょうし、他の反応もないのでね。ゴーストチューブやりますか。はい、やってみましょう。はい、ゴーストチューブ SLS ですね。はい、はい、ゴーストチューブ SLS はね、見てもらってる通り、人型のものを棒状に移すアプリになります。なので、そのアプリで、もしかしたら幽霊さんが映るかなということで、このエローラ風車の周りをね、ゴーストチューブで見たいと思います。はい、ちょっとね、自分の側からしか見えないんですけど、今映してるゴーストチューブのスマホにビデオカメラの録画の赤ランプが反射してます。ああそれは仕方ないですね。なんでちょっと赤い点みたいなのはスルーしてもらえれば。はい、僕以外に何か映ってますか。あ、今一瞬柱に反応したね。ああ、でも一瞬だな。イノさんには相変わらず反応はしてますね。でもそれ以外は反応はないかな。上の方も特に怪しい反応はない。でも相変わらず視認性は抜群ですね。ある程度暗くてもしっかり捉えてくれてるのがすごい。本当に人型に映る幽霊さんがいたら映りそうな感じはしますけどね。しますね。ただここでは、今はいらっしゃらないのかどうかですが、はい、特に反応なさそうですね。ですね。探索編ではね、いろいろガジェットを使いましたけど、そこまでなんか心霊に結びつくような反応はなかったですね。特になかったですね。ですね。なんかでも2人とも反応したけど、なんだろう、誰か上がってくるような音は聞こえましたね。若干そう聞こえるような音はありましたね。なんか階段カンカンカンっていうよりかは、なんか単発の音っぽい感じはしましたけど。あ、そうそうそう。それが唯一気がかりではありましたね。ですね。次回ね、一人検証編で、そういった点も踏まえながら、また探索編とは違ったガジェットを使ってね、佐藤さんに検証してもらいたいと思います。では佐藤さん、一人検証よろしくお願いします。任されました。はい、そしたらね、エローラ風車一人検証実施したいと思います。はい、誰か来てるかな。